モンドには風車がたくさんあるよなモンド城は水平面より上にあるから風車を使って水を汲み上げてるんだっけ正解モンドの季はいずれも風がつきものだからなおかげで水源の供給も安定してるんだそれに風車は見える風だろそれから風鈴は聞こえる風だ みんな風神の家ゴを代表する縁起物みたいなものだななるほどアイモンと同じマスコットみたいなものかな違う風車は木でできたもので非常食には使えないし歯磨きぐらいにしか使えないだろうあ、うん、っツんだ方がいい 大量のチップを渡せば酒場のオーナーから小声で情報を教えてもらえるって聞いたけどエンジェルズシェアかでもディルクの旦那は金持ちだって聞いたぞどれくらいチップを渡したら彼に大量だって思われるんだうーん私の勘違いだったかなこれは別の世界で聞いた話だったのかも いろんな世界に行ったんだなシードル湖は凍らない湖だから一年中凍ることはないぞモンド最高のリンゴ酒はこの湖の甘い水を使ってるんだこの湖の水って本当に美味しいんだぞオイラなんて1秒で2瓶飲めるすごいねふふん ハイモンのような体でそんなに水を飲んで、風スライムみたいに空気漏れして飛んだりしないんだ。ふ、うん美味しい飲み物は別腹だうん。世界って広いな。時間をかけて考えないといけないことがまだまだあるんだね。リサさんが前に言ってた禁書エリアの本。気にならない どんんな本が禁書エリアにあるんだろうもしかして子供向けじゃない本でもあるのかな何イノシシプリンセスでさえ禁書エリアじゃないのにあれより子供向けじゃない本があるのか気になってきたぞモンドで必死に働いても報われるとは限らないって気づいたぞ どうしてほらセピロス騎士のホフマン毎日仕事頑張ってるだろうでもいつものんびりしてるガイアがあいつの上司だうんでも一番忙しいじいさんが代理団長でしょいやいや地位で言ったら一番だらしない銀融野郎がモンドの神様だぞ ゲーテホテルに一回泊まってみたいおいらもきっとどの部屋も綺麗で広いんだろうなでもオーナーの話によるとファデュイが泊まってから問題がいろいろあったらしいよ雷鶏術師の雷鶏が静電気のせいで肺を吸い寄せてたくさん死んだとかそれから霧移ろの花粉と胡椒が間違えられたとか ッドエージェント達が酒代をめぐって喧嘩沙汰になったとかグ頑張れゲーテホテルモンドは風の国だってみんなは言うけど今の季節風向きがどっちなのか知らないな現や野郎に聞いてみるか彼に聞いても「えへっ?」としか言わないと思うそれもそうだな 風神はただの銀融野郎だし、風のことなんて知らないだろうな。モンドの錬金作業台は街中にあるんだね。そうだおかしいのか私が今まで旅してきた世界では、錬金術はほとんど秘術として存在してたの。錬金術が日常の一部になっているのを見ると、 まるで三つの胃を持つ人を見たのと同じくらい不思議な感じがする。おい胃が一つしかない方がおかしいだろうえそれ本気どうだろうなデイワット大陸の中夜はどちらも短いような気がする。ここの夜空にも星がいっぱいあるけど、故郷で見た星とは違う。 デイワットの人々の運命も星座と関係するのかなへえ、お前も星読みができるのかいいなあスメール以外の国でそういう技術を持ってる人はあまりいないからな。オイラの好奇心に火がついたぞ。さあ、オイラのことも占ってくれよ。うん。バイモンのマフラーにある夜空。 星々と深海の光が流れてる星の模様が告げるにこれから7日間7日間いいこともしくは悪いこともしくは良くも悪くもないことが起こるみたいイワスライムみたいに何の変哲もない答えだなそういえば。 トワリンを助けてモンドに戻る途中初めて属性の七七星を見たああいう神だったんだねあオイラたちが銀融野郎と知り合ったのは最近のことじゃないだろう彼の「風神バルバトス」としての一面という意味でだよ銀融詩人の顔の下には本物の神様が隠れている。 神に命じられた自由はある意味不自由だろう彼がとわりに行ったこの言葉の答え私もまだ考えてるよモンドの地形の多くは平原と丘陵でできてる言い伝えによるとバルバトスが天地を作るとき暴風で険しい崖や共安を平らにしたとかでも きれいにできてない場所もあるよ例えば星拾いの崖とかかそうだねまるでプラモデルを組み立てるとききれいに磨かれなかったゲート跡みたいにゲート跡なんだそれスイレンはリーユへの伝統文化で上の句に対してうまい下の句を返した者には賞金をあげるって っていいいう人もいるらしいぞけど睡蓮ってかなり難しいからそう簡単には稼げないよな地数が同じだけでなく品種も考えないといけないしうんー例えば風たちの地に風が立たぬうんー雲雷の海に雲が再来すはっ 座ってないで早く立てお金を稼ぎに行くぞリーエコーには元王帝君の教えがあるその大抵の意味は金で遊ぶなだなんてったって最初のモラは彼が人間を信頼して自身の血肉から作ったらしいからなでもガイアはいつもコインを投げたりして遊んでる気がする だから絶対真似するなよそういえば食べ物で遊ぶなって誰かに言われた気がするおおそうだぞ食べ物には敬意を払わないとなななにこっち見てるんだ時計回りに7周半時計回りに7周それから目を開けて。 寝債務てるの中の骨董屋が本当にあるのか検証してるんだその骨董屋が本当にあったらパイモンはどんな宝物を買いたいスライム生成器そんなもの本当にあるの最近コカハの弟子からある話を聞いたのコカハか。 きっと偽心に富んだ話だ話な妹弟子の結婚相手を武術の試合で決めようと兄弟子たちが話していて妹弟子本人もその話に賛成したらしいのリエユエでは「婿取り試合」って言うんだろ聞いたことあるぞけど試合の前日妹弟子が一番目の兄弟子の剣を盗んだ大変だなあ。 妹弟子は彼に負けて欲しかったのかうんそうみたいその後彼は使い慣れてない剣を使って惨敗したの彼は現実を受け入れられずに大泣きしたかわいそうにきっと妹弟子のことが好きだったんだな最後彼はみんなに見守られる中妹弟子と結婚したの負けた奴が花婿になる だったのかなあ知ってるか敵花衆の敵の葉っぱは紙の材料らしいぞ敵の枝で筆や笛を作ることもできるからリーユへの風流を感じられる植物だよな幾千年の間たくさんの侠客と剣士がこのみやびな場所を選んで対決してきたらしいぞテキカが多いほど風流だった 言われてるけど一番数が多い場所は水が深かったりするからだから血統の最後足を滑らせて溺死した運の悪いやつも結構多かったらしいなこの話で学んだことは喧嘩はしないってことだなリーユエの人は鶴のことを君主長と呼んでるらしいな 理由はうーん、それは、オイラもよくわからない。じゃあ、パイモンに、鶴の恩返しの話を教えてあげる。昔々、心の優しい女性が、罠にかかった鶴を助けました。そして寒い夜に、美しい女性が、女性のところにやってきました。女性は剣を背負っていて、 女性しし<あ>は剣術を全て身につけた後その女性と共に旅に出ます人助けのために10年後君子に化けた鶴が恩返しに来た時その2人はもう引退していましたこれが恩返しは早い者勝ちっていう話うん 絶運の間は仙人の住む場所って聞いたおお仙人の住む場所もしかしたら高くそびえ立つ山の頂上で仙人と遭遇できるかもねおお仙人と遭遇でも仙人とはどう交流すればいいんだろうおおどう この非常食賞味期限が切れる寸前だったんだ早く食べないとほほほんえー、っと山頂で呼びかけたら交流できるんじゃないか仙人というよりヒルチャールみたいだね顔真と標人が契約を交わしたなんて知らなかった契約の内容って一体どんなものなんだろう どんなにすごい人でも氷の徐行と取引するのは安全じゃないとオイラは思うぞそれはそうだけどモラクスは全ての神の中で契約の本質を最も理解している神だから彼がそれについて考えてないはずがないと思うのおおモラクス本人は自信あるみたいで全ての契約を終わらす契約 っって言って言たんだよな真相とそしてその結末をいつか見ることになるはずだよそういえば眼王帝君はよく秘密裏に視察してるみたいだけど正式に降臨するのは年に1回だけだよな他の神はそんなことないらしいぞ一体どういう意図があるんだろうな その理由なら少しわかるかもしれない。ほら、毎年下される信託は多くのリーユへの人々を動かすでしょ彼らは信託から手がかりを分析しようとする。もしそういう信託が毎日あったとしたら、リーユへはどんな風になると思うああわかったぞ。 おいらならきっと、元王帝君の好きな食べ物を集めて、毎日捧げるだろうな。もらくつからもらをもらえるなら、誰も真面目に働かなくなる。論理が少し飛んでるけど、だいたいそういうことだよ。ベニー冒険団と一緒に秘境を探索するなら、準備しておいた方がいいぞ。秘境は危険だ。出発する前に、 物資と油断は禁物だ秘境の中には冒険者協会が統計した死に方だけで463種類あるって聞いたぞもしベネットのせいでお前が死んだらオイラもアイツも両親が痛むからななんで死ぬのは私なのほらだってオイラは飛べるだろ その中の322種類の死に方はオイラには聞かないんだ秘境探検やめようかな話に聞いたんだけどアルバートはバーバラ応援団の団長としてバーバラに会うためよく傷だらけになるらしいよ要注意人物だってセピロス騎士団に言っておかないとなけど1ヶ月後アルバートは気づいたの ババーバラと会った回数がベネットに負けてるって何せケガに関してはベネットの右に出る者はいないからあいつらはバーバラに迷惑をかける試合でもやってるのかバーバラは人気あるよな彼女はモンドのアイドルだからねそういえばオイラちょっとわかんないんだけどアイドルって何だ 一種の職業で可愛ければみんなに好かれてモラをたくさん稼げる職業かなマスコットとあんま変わらないなまあそう言えるかもねリサさんとアンバーの関係は少し姉妹みたいだよねあなんでだアンバーはよくリサさんの使い走りをしてるでしょ 姉が楽したいから妹を使い走りにすることはよくある話だもの私は兄さんと同い年だからいつもじゃんけんで決めてたけどそっかならお前はオイラの妹だなどうしてそうなるのだってオイラは飛べるからな実際走っているのはお前だけだぞえ ないもんガイアの眼帯の下って見たことある見たことないなそういえばガイアは一年中眼帯を外さないよねふふん賢いオイラはもうわかったぞえきっと大きな秘密があるんだ大きな秘密ほらガイアって外での仕事が多いんだろう。 だから、ガイアの眼帯の下の肌は、他よりずっと白いに決まってるじゃあ、眼帯を外したら、きっとみんなに笑われるぞそして変なあだ名をつけられるんだ例えば、あ <laughs> っ三毛猫とかまだ眼帯を外してないのに、すでに変なあだ名をつけられてる。おかしいなあ どうしたのディルックの旦那とガイアは似てるのに仲があまり良くないみたいだなどこが似てるのガイアは正々堂々とインチキな小細工をするだろディルックの旦那は裏で正々堂々と戦うだろ似てるよなごめんよくわからない。 のヒルチャールがイノシシ3匹を倒せるならジン団長とディルックさんはヒルチャール何体分の戦力になるんだろうモンドのみんなの話を聞くと一番すごいのはジン団長だってわかるだろでもディルクさんが本気になればジン団長も相手じゃないと思ういやジン団長ならきっと大丈夫だきっと相手にならない ジン団長の元素爆発は強いぞでもあのエリアはかえってディルクさんの戦力を強めるでしょジン団長は神の目を使わなくてもディルックの旦那を倒せるぞディルクさんだって訓練用体験で簡単に <laughs>、うん、私たち暇人だね みんなモンドのために戦ってるんだから喧嘩になるわけがないのにだからヒルチャールを戦闘力の単位に使った方がいいって言ったんだろうちなみにオイラは5分の1イノシシくらいだぞ毛筆を知ってるか動物の毛で作った筆で字を書くのに使えるものでしょああ正解だいい毛筆は DA 商人に高値で売れるって聞いたぞパイモンも毛筆を作りたいああでも野生のオオカミは凶暴だからレザーの毛で作ろうレザーはモフモフしてるしきっといいオオカミの毛筆ができるはずだそしたらオイルたちもお金持ちになれるぞその材料だと筆に雷元素が含まれてて使えないでしょう それにレザーは狼じゃないし、そもそも高価な毛筆は狼じゃなくて、イタチの毛を使って作ったものだから。ええー、だって字で書くと狼って文字が入ってるじゃんかよほら、シードル子もシードルでできてるわけじゃないでしょああ、確かに。クレイは面白い子だよな。 ランのみんなに愛されててまさにマスコットと言っても過言じゃないパイモンとクレイどっちが上だろうおうそうだったパイモンはマスコットじゃなくておい何を言おうとしてるか分かってるぞその冗談面白くないからな生活の豆知識モンドで。 どう直しても直せないもしくは何回洗っても落ちない汚れがあったら空に向かって大声でこう叫ぶといいんだ「ノエル!」そしたら悩み事はすぐ解決するぞそれがモンドの生活のマメ知識なのすごい勉強になったフィッシュロは。 他の人と違うよな例えば例えばしゃべるカラスと共に行動してるとことかうん私もパイモンと一緒に旅してるしそんなに変わらないでしょでもオスはフィッシュルの言葉を翻訳できるのにパイモンはうん何言ってんだよオイラはカラスよりずーっとすごいぞ 例え,ばえ,えっとうういやいや例えば翼がなくても飛べるとことかそういえばフィッシュルも自分のことを異世界の旅人って言ってたこの点は私と同じだしそれにペットを連れてるとこも同じだねペット違う違うでも彼女のカラス オズは見た目がかっこいいし、言葉遣いも礼儀正しい。しかも偵察できるし、戦えるし、役に立つ。フィッシュルと話し合って、たまに交換してみるのも面白いかもね。一、二週間くらい。オイラの言い分は聞かないのかよどうすれば、北斗みたいにかっこよくて、カリスマ性のある人になれる まずは見聞を広めてお前と一緒に旅してオイラはたくさん見てきたぞ挫折と苦難を経験してオイラは溺れ死にそうになってたことがあっただろう他人を励ます気概もああオイラはずっとお前の味方だぞ問題を扱う時は大人らしくおいオイラには無理だって言いたいのか どうすれば行幸みたいにお金を持った <laughs> お金持ちになれるかな行幸のことはお金以外何も覚えてないのあと軍略閣も覚えてるぞでもあれもモラで作ったものだろじゃあまずは切れる頭が必要でオイラはあだ名をつけるのが得意だぞ 市場のルールを熟知していて漁師トーストは1025もな雨の日でも割引はないそれから他人より優れた仕事ぶりうーんどうすればお金持ちと友達になれるかなもう諦めたのナ,ナって血を吸うのかな それはキョンシーじゃなくて吸血鬼だよじゃあ腕が急に落ちたりそれはキョンシーじゃなくてゾンビだねさすが旅人いろいろ知ってるんだなじゃあさキョシーは何するんだ体操なるほどなじゃあ体操するやつはみんなキョシーだ おいらが飛ぶコツを教えてやるよ !3、2、1! 2> えもういない。まあ、疲れてるし、ここで少し休もうかな。心は一緒に飛んでるよ。うん。お前は、どのタイプのスライムが好きだ氷スライムかな。近づくと冷気を感じるから、夏に役立つと思う。 実用性で考えるのかさすがだなパイモンはオイラはどれも好きだぞどれもおいしいからなおいしいスライムをくるくるしてシャカシャカしてオリジナルドリンクにするとパイモンスペシャルになるぞそそうなんだ じゃあ非常食ランキングのパイモンの順位をもう少し低くしようかなその順位にオイラを入れないでくれるかヒルチャールに対して少しやりすぎたかな確かにたまにオイラたちってハチの巣を見てどうしてもつつきたくなる子供みたいだよなあえっとつつくっていう程度だったかな 香水族…ヒルチャールの部族名は変わってるね香水族のヒルチャールは隙きを見つけては眠るんだぞやつらの獣ゅベッドはすごくふわふわだって聞いたけど寝てみたいと思わないかパイモンもそう思ってるのおいらは浮いたまま寝れるぞ空気は一番ふわふわなベッドだからなヒヒ <laughs> 羨ましいかちょっとだけ高肉族ヒルチャールの部族名は変わってるね高肉族のヒルチャールは定期的に催事を行うんだやつらの祭壇はかなり壮観だぞ何のために催事を毎日肉が食べられますようにってさいい願い事だろ 想像通りの答えだね意外性がないかな日食族ヒルチャールにも部族らしい部族名があるんだね日食族のヒルチャールは謎に包まれてるぞあの部族のヒルチャールはみんな日食のマークが書けるんだでも日食族のシャーマンだけがそのマークの意味を知ってるらしい日食 何か言ったかう <laughs> 今夜何肉のスープにするか聞いたの何で急にそんな話になるんだお前は高肉族のヒルチャールかよイノシシ肉がいいぞサキューおいら体調ちょっと良くないかもどうしたのもう長いこと。 この手で宝箱を開けてないんだこのままだとこのままだとこのままだとパイモンはいつかモラに釣られて罠を踏んじゃうかもねおいオイラはとびるんだぞそんなのに騙されないはあ最近旅の途中でおいしいものをたくさん食べたよな おいしいものを食べると旅の疲れも一気に消えるってもんだうんけどパイモンって太ったら飛べなくなったりしないのはそんなことないぞおいらは食べても太らない体質なんだへえ<ー>。だからもっともっとおいしいものを食べるぞ食べた分が肉にならないなんて非常食として不合格じゃないかな ーおおいまさか合格した非常食が他にあるのか猫と犬お前はどっちが好きだバイモンの方が好きかなうわあそれ反則だぞおや違うおイらはペットじゃないセイラーを耳に当てると海の内緒話が聞こえるらしいぞ パイモンも試してみたら大丈夫ださっきも聞いたからなそうなんだじゃあ海はなんて言ってた今はご飯の時間だって言ってたぞ早く行こうおいら漁師トーストが食べたい今すぐおいしいものが食べたいでも買いに行くのは面倒だじゃんけんで買いに行く人を決める おういいぞよしじゃんけんスーパーパイモン戦法え最近疲れたなおすすめのリラックス方法とかないか寝るとか寝るなんてつまらないぞチェンジ本を読むとか頭がクラクラするぞ 友達と話してみるとかうん、でも今は頭を使う話題を話してるよな考えなければ逆にリラックスできるのに将来テイワット哲学史に名を残すパイモンパラドックスはこうして生まれましたとさリーユエの料理とモンドの料理はかなり違う気がする例えば 辛口の炒め物はモンドではめったに見られないよね環境は人を作るってやつだなでもなんでテイワットのスライムはどれも同じ味なんだカイモンが同じ調理方法しか知らないからじゃないかなほうイタチたちのカバンには本当にモラがたくさん詰まってるんだぞうん イタチっていう動物は生まれつきキラキラしたものを集めるのが好きだからね宝刀イタチの由来って宝刀団に関係があるって聞いたことあるぞそういえばカラスもキラキラしたものを集めるのが好きな動物だよなオズもフィッシュルに内緒でモラをこっそり集めてたりしてそれを言うならパイモンだって。 内緒わあ,あ来るなおいらはモラを靴に隠してたりしてないぞアイモンは少女ビーラの憂鬱を読んだことあるタイトルは聞いたことあるなあの本かなりの人気で作者はそのおかげでだいぶ稼いだって聞いたわ、はあ、おいらもモラをたくさん稼ぎたいな決めた オイらも冒険の話を本にするぞバイモンの冒険の話そうだ勇敢な旅人が魔竜を倒して世界を救ったそして旅人は頼もしい仲間と人参とお肉のハニーソテーを10人前食べる話だ10人前ああ0前10尾じゃないとみんな読んでくれないだろ なんだこれで決まりだなタイトルは「妖精パイモンの快楽」にするぞうん？<え>すごく怖い悪夢を見たことってあるかうん果てしない闇の中に落ちていく夢を見たことあるよ風の翼もなしにねうわあ 兄が振り返ることなくどこかに行ってしまって、どんなに追いかけても追いつけない夢も見た。夢の中で来るのが遅すぎたって言われたよ。ふぅオイラとは違う感じの夢だな。オイラが見た一番怖い夢は、巨大スライムに丸飲みされる夢だったな。 宝物を追う洗礼は一体どこから来たんだろう《土の中から生えてきたとかそれか木の上から落ちてきたとか?》どこから来たかはわからないけど洗礼がいればいいものがあるってことだでもどうして洗礼自身が宝物に触れた時悲しげな雰囲気があるんだろうあ何でもない気のせいかもしれない。 はあお宝がいらないならオイラが代わりに保管するぞ保管費は取らないから安心しろ最近旅の中で出会った印象深い人っているかちなみにオイラはサラかなティミーかなえなんでだ最近鶏肉のスイートフラワー漬け焼きを食べるたびに彼を思い出すの それでお肉をおいしく味わえなくてお前新しいものを覚えるスピードが本当に速いよなこんな短期間でテイワットの言語を覚えるなんてパイモンの教え方が上手だったからだよ <laughs> いつか私もあだ名をつけるセンスがパイモンみたいになるかもしれないねパイモンにとって どんな怪物が印象深かった怪物か…あー遺跡守衛遺跡守衛は怪物なのどちらかというと機関のようなものだと思うけど人に迷惑をかけて倒す必要があるやつはみんな怪物だと思うぞ狩りで手に入れられるものは全て獲物 みたいななるほどそれならパイモンがどのタイプか分かったよえなんだなんだパイモンは釣られるから魚だねえなあもう一回あれを見せてくれないかあれどれのことだからシュッて武器をしまって背後に戻すやつ あれね、もう何度も見てるでしょでも、その原理がわからないんだよ。説明してくれないか逆にパイマンに聞きたいよ。いつもどうやって急に現れて瞬時に消えているのえ、それは、生まれつきできるもんだから、どう説明したらいいかわからないぞ。うん。 武器をしまうのも同じ理屈だよこれがある種の仲良しの証なのかもね宝箱についてどう思う思かつての偉大な旅人が残した痕跡私はそう思ってるよ箱を開けるたび中のものを見ると先人たちと同じ思いを感じることができる冒険の熟練度が上がって おいらの目を見てくれどうしたの目は人を裏切るってガイアが言ったんだ目を見れば相手の言ってることが本当か嘘かわかるってうん。おいらは漁師トーストが好きだ本当だと思う。パイモンは食べ物なら何でも好きそうだし。ひひ。そういえば。 この間見た情熱的な目をしたやつは誰だ遺跡周囲だよ思わずつきたくなるうー退屈だ元気が出ないぞ暇だし騎士団の人たちのモノマネでもしてみないうえそれって失礼だったりしないか ははは騎士の謙虚さも金備えてるとはなおいもう始まってるのか <laughs> あれ動物でもいるのかな違うよおいらお腹空いたぞよし 今からオイラのためにニンジンとお肉のハニーソテーを作れる幸運な旅人を一人決めるぞそんな幸運な旅人はいったい誰になるのかなナズマで最近起きた大きな出来事ってやっぱりメガリレーだよなお前は神の目を持ってないから 奪われる心配はないけどでもそれって逆に言えばもしお前が天領奉行に捕まっても神の目を渡して身の安全を確保することができないってことだよなじゃあパイモンが私の神の目だって言えば解決だね。パイモンは本当に便利なアイテムだなあって は渡さないよまあそれなら許きけどそれで私とパイモンが一緒に牢獄に入れられて一緒に処刑されてども,もし本当にそうなるならやっぱりオイラを渡した方がいいかもなって最初から捕まらなきゃいいじゃないか抵抗の意思さえあれば 抵抗軍に入れるんだよなじゃあオイラも立派な抵抗軍の兵士になれるぞパイモンも抵抗の意志を持ってるのオイラはいつもいじられることに対して必死に抵抗してるぞパイモンは抵抗軍に入れないと思うけどなんでだ抵抗する内容が違うからかパイモンの抵抗は全然効かないから カムイ島崩れほうカムイ島マほうつつカムイトリ崩れつつカムイ島う <鴨島嬉 dens> にゃうにゃうにゃにゃん・・・読みにくい名前だなぁバイモン何読んでるのほらあれだよ幕府軍がタタラスナを守るためにその近くに建てたすっごい兵器 カムイ島崩れちゃっちゃう威力がすごそうだったよねでも私たちがタタラ砂に行った時動いてるところを一度も見なかったけど抵抗軍もあれの凄さを分かってたから海戦前に襲撃して陥落させたらしいぞでもこのカムイもう言いにくいなカムイ大砲でいいか。 これを動かすには特殊な砲弾か雷元素を使う必要があるから抵抗軍には扱えなかったみたいだあんなに力の入った兵器一体どんな威力が秘められてるんだろうなせっかくだから見てみたかったぜ雷元素なら私も少し使えるけどああそうだったでも。 この近くに砲弾はないし…んなんでじっとオイラを見てるんだ <laughs> まさかそういえばオイラたちがコモレジャヤに初めて行ったとき本当に太郎丸が喋ってるのかと思ったよななんだかがっかりしてるああもし太郎丸が本当に喋れたら なんかとんでもないことを言い出しそうな気がするだろたとえばたとえばトーマそこに隠れられたら邪魔だわんうん確かにあとはコズ私たちの契約が終わるまでお前は一生縛られたままだワンワン 小さんが神秘的な契約のせいで茶屋で働いてるってパイモンまさか本当に信じてるはっそれからそれからもう一ついいの思いついたぜこのパイモンという客は賢くて可愛い今日の食事代は全部便所だワンそれはパイモンの願望でしょにひひん。<laughs> はあ あいも何か悩み事？ゴロのモフモフした耳は覚えてるか？おいらもあんなのが欲しいぞ。それかカオみたいな可愛いツでもいいな。何かいい方法はないか？ちょっと待って。えー、っと、あ、あった。あ、何かあるのか？やっぱりお前は。 料理になるやつだって信じてたぜじゃじゃーんどん天のクジラタダツノそういうんじゃなくてあ、そうだよく考えたらゴロはモフモフした耳以外にも尻尾があったよなじゃじゃーん北風のしっぽだからそういうのはいいってそれに その2つのつ組み合わせ、どう考えても合わないと稲妻には八重堂っていう小説を出版する場所があったのかそれにコンテストもあるみたいだしすごいなじゃあ前にパイモンが書くって言ってた妖精パイモンの快楽を応募すればいいんじゃないえっとその原稿は稲妻に にフして <laughs> 本当に分かったよ認めるよまだ書いてないでもオイラが悪いんじゃないぞオイラもずっと書こうとしてたんだだけど何日か前にペンが折れちゃっておとといは手がつって昨日は足をくじいて 今日はえっ、ー、とおお腹がすいたもしかしたら妖精パイモンの快楽よりパイモンの言い訳集の方が早く完成するかもカズハって浮世離れな人だよなうん彼がよく一人でいるのを見かける一人で世を渡り歩いて自然と万物の音を聞くうん。 結構悪くないかもなあっお前もオイラに内緒で冒険に行こうって考えてないだろうなまさか私はジェットパイモンと一緒だよならよかったじゃあこれをお前にやるよ今月の食事代金30万もらおおいい 一人でうを渡り歩くのも悪くない気がしてきたおい待てよ待ってくれはうんバイモン今日はやけに難しい顔をしてるね今真剣なことを考えてるからなオイラ昔はお金持ちの生活に憧れてたんだ 使い切れないほどのモラがあって食べきれないほどのごちそうにありつけるだろうふううん全部パイモンが好きなものだねでもやかと知り合ってからお嬢様の生活も大変なんだなって気づいたんだ一族の使命と責任を背負わなきゃいけないだろうそれに全力で仕事を終わらせなきゃ 自分の生活を楽しむ余裕もない彩香は普段から苦労してるしもっとリラックスした方がいいと思うんだあそうだ次のお祭り彩香も誘ってみようぜオイラたちが誘えば彩香も断れないだろうにひひうん私ももう一回彼女と一緒にお祭りに行きたいそれに あやかがいればオイガたちが遊ぶためのモラも全部。それあやかって動き一つ一つに高貴なオーラが漂ってるよな。なんか急にパイモンがあやかの真似をしてるところが見たくなってきた。え、ニャシ、じゃあやってみるぞ。おや。 丁寧にキノコを取ってきたのは私のために鶏肉と野生キノコの串焼きを作るためだったのですねおかわいいこと全然んぜあやかじゃないでもなんか明らかにパイモンじゃないのにそれが当たり前であるかのような感覚はいったいそういえば稲妻のお祭りでは。 みんなお面をかぶる伝統があるみたいだなでも屋台をぜーんぶ回ってもオイラに合うお面は見つけられなかったパイモンは自分用のお面が欲しいのもちろんだ稲妻のお祭りでお面をつけないのはウィンドブルーム祭で花束をもらえないのと同じようなもんだろじゃあ私が作ってあげる。 うわーお前ってほんと最高にいいやつだなうんお面のモデルはパイモンの一番好きなスライムを参考にしようやったースライムパイモンだヨイミヤの父ちゃんの耳が遠いのって花火と関係あるのかな 長年花火を作ったり打ち上げたりして毎日火薬が爆発する音を聞いてきたから耳が遠くなったんじゃあっじゃあヨイミ宮が鍵を継いだら最後はあいつの父ちゃんみたいに耳が遠くなるんじゃあダメだ,だ何か対策を考えないとバイモンは何かいい案ある うーんえー、っとあっオイラがヨイミヤの後ろを飛びながらあいつの耳を塞いでおくじゃあこれからパイモンは私についてこれなくなるねオイラがいなくなったら誰がお前のガイドをするんだよやっぱりこれはダメだ でも宵宮はもうん、にゃどうすれば花火を作るときに耳栓すればいいと思うおおその手があったお前頭いいな <laughs> パイモンが困ってるのを見たらちょっと楽しくてはいもうまさかとっくに方法を思いついててわざとオイラに教えなかった のか。意地悪なやつだなさゆって悩みをいっぱい抱えてるみたいだなオイラには理解できないけど多分成長の悩みっていうやつかな、うん、お前の言うそれもわからないだってオイラには悩みがないからな モラがそこ,を尽きるこれからは貧乏暮らしになるかもえっ、はい、そんなの嫌だぞほら悩みができたでしょ嘘なんだよな鬼ニカブトムシってすごい見た目してるよな特に背中の模様が恐ろしいぞアッキの形をした模様のこと戦いいを好まないから 敵を威嚇するために鬼の形の模様に進化したらしいよおいえ賢いなオイラたちも見習ってみようぜショウのお面を借りるってのはどうだそうすればヒルチャールたちも驚くだろうーんショウは貸してくれないと思うけど確かにあじゃあ左右に頼んで盗んでもらうってのはどうだ さゆって忍術で突然姿を消すことができるだろうあれを使えば絶対盗めるはずだんでもまあ後のことを考えると怖いから講師のお面を盗むっていうのもありかもお前ならあいつに勝ったことあるし盗みは良くないよそれにさゆが嫌がったらどうするの じゃあ、じゃあ、アルベドのところに行こう。サユの身長が伸びる薬をアルベドに研究してもらえたら、サユも手助けしてくれると思う。それじゃあ、次はアルベドが手伝ってくれる理由を考えないと。サ <laughs> 頭が痛くなってきたぞ。やっぱりお祭りで一つ買おう。 知ってるなぐさについてる花みたいなの実は葉っぱなんだぞ目立たない葉っぱも頑張って成長して弱々しい花を守ってるんだな <laughs> なんかオイラがお前を守ってるのと一緒だなでもなグサの葉っぱって食べられないけどそうだったのかあえそれどう 知ってるか稲妻の人たちはナグサの振動で雷雨を予報するらしいぞナグサは雷元素の集まる場所にだいたい生えてるから雷に対して強い感知能力をもともと持ってるんだじゃあナグサってパイモンと似てるねえどこがだってパイモンは美味しいものが集まる場所に出没するでしょ ご馳走に対して強い感知能力を持ってる <laughs> 確かにそうだなそれじゃあパイモンレーダー起動ティーッペペペッご馳走に向かってキュッパッ専王の木から舞い落ちる飛翁球綺麗だな花びらに雷元素が含まれてるから 長いこと空中に浮かんでいることができるらしいぞパイモンが空を飛べるのも同じような原理を利用してるからえっとえそれは,はそのまさか自分でも何で飛べるか分からないのオイラが飛べるのはもちろん不思議な力のおかげだ分かった 何も知らないんだねだったら同じく不思議なアルベドに研究してもらわないとやめてくれースミレ売りっていろんな用途があるよな果肉は食べられるし皮は染料に加工することもできるパイモンもいろんな用途があるよね私のガイドになってくれるし 他の人に嫌なあだ名をつけることができる。おあ、オイラのことをそこまで理解してるなんてさすがだぜく、ちょっと待てもしかして最後にあのオチをオイラの使い道として言おうとしてないだろうなんこうして口を塞いでやる言わせるもんかー気づいてたか 稲妻で刀を腰から下げてる人ってかなり少ないんだほとんどの人が長槍を持ってるもしかしたら刀って身分の象徴なのかもオイラも一本持ってみようかなでも刀ってオイラには大きすぎるしやっぱり名将に頼んで専用のを作ってもらうのがいいかも 専用の刀を作るのって結構モラがかかるんじゃない？まさか可愛い,い。仲間の頼みよりもモラの方が大事なのか。実はもうパイモンのために準備してあるよ。本当か本当かああ。早く見せてくれよ。おい。それ、オイラたちが果物を切るのに使うナイフじゃないか。 サイズはパイモンに合ってると思うよ、うん。重要なのは刀の価値ではない。武道を追い求める心だ。かっこいい。セリフでごまかすんじゃない。稲妻城に温泉があるなんてな。でも稲妻に火山はないよね。聞いたところなんかすごくて。 かまどで加熱ししてるらしいぞ機会があったらおいらも温泉に入ってみたいなお偉いさんしか入れないみたいだけどふーんよしモンドのダダウパの谷に行こうえなんでいきなりダダウパの谷にあるヒルチャールの大釜は鉄鉛花で加熱されてるのある意味これも温泉と言えるでしょ

すごく長いい名前をつけたらしいんだ縁起のいい言葉が全部入るようにでもある日の帰り道その子供が川に落ちた彼女の友達は慌てて家に帰って両親にこう言った「大変だ大変だ」変だどうしたんだ助けてくれパイポシューリンガングーリンタイポンポコピーポンポコナフィッシュル・ボン・ルフシュロス・ナフィードット・アストローギスとモナ・メギストスが 川に落ちたんだよモナが水の中に落ちたんなら心配はいらないだろうその通り名前があまりにも長かったため彼女の友達が話し終える頃には泳ぎが得意なモナはもう家の前についてたとさリナ妻の風景って今まで見てきたものとだいぶ違うよなうん。 島がたくさんある国だねでも船が発明されるまで島同士はどうやって交流をしてたんだろう宵いみのお父さんが言うには花火を空に打ち上げてやりとりをしてたらしいよそれかもしかしたらもしかしたら水面を凍らせることのできる人に島から島へ手紙の配達を頼んでたのかもうわ ガイアが稲妻にいなくてよかったなじゃないと神団長よりも忙しくてくたくたになってたと思うぞタヌキって不思議な生き物だなタヌキってかわいいよねでも人間の言葉を喋れるのがちょっと俗っぽいよなアイモンが人間の言葉を喋らなかったら神秘的で高貴な生き物に見えたかな それ…オイラの悪口を言ってるのかんふ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 ん稲妻にはバケ狸っていう妖怪がいるらしいぞどんな奴にもバケられるんだ確かにそういう噂を聞いたことある変化の術って不思議だね もしそいつがオイラの姿になってお前を騙しに来たらどうするうううう心配だ心配しないで見分ける自信はあるは待って分かった私の財布が心配なんでしょうそうだぞうわー,うー違うぞオイラは単純にお,お前の身の安全をだな おいらを見るんだよ <laughs> そ,それよりも対策を考えるのが先だぞオイラが2人いたらどうやって本物を見分けるんだえ<へ>えってなんだよほらこうやってツッコミをするのが本物のパイモンあっ無意識のうちに最近小さな祠をたくさん見つけたよな どれも来人を祀るものじゃないみたいだったけど多分民間で信仰されている神なんじゃない稲妻の人々は万物に魂が宿っていて肝心な時に助けてくれるって信じてるみたいだからおおだから祠を建ててお供え物をしてるのかうん一種のお祈りと感謝の印だねあっおいらかった 綾香のところに行ってオイラたちのために祠らを立ててもらおうそしたらただでお供え物がたくさん手に入るやったってえそそんなことしていいのなんでダメなんだオイラたちいつもみんなの手助けをしてるじゃないか神よりも役に立ってるかもしれない確かに。 でもいろんな人が花とか果物を私の祠らに供えるのを想像するとなんだか少し変な感じがヤシオリ島の大雨が止まないのはたたり神の気配が原因らしいよたたり神なんだそれなんかすごいそうだな魔人の三死つまり魔人の惨害 力がまだ完全に消えたわけじゃないから、いろんな災いを引き起こす。だから祟り神って呼ばれてるんだ。そうなのか。でも雨って別に悪いことでもないだろう。それにいじめられて悲しいから泣いてるようにオイラは感じたぞ。泣いてる？神は泣かないでしょウェンティとか勝利先生が泣いてるところなんて。 見たことがないよ例外もあるかもしれないぞオイラを連れてみろ泣いてる神が見れるからんパイモンの神なのそうだぞ分かったじゃあ何の神か当てるね飛ぶのに夢中な神スライムの神水中で釣られる神どの神もでたらめじゃないかは 守護の神だぞお前の守護神だそういえば花見坂にはバンタンサン探偵所があったよねオイラ覚えてるぞサンゴとリュウジが経営してるところだよなみんなからの評判もいいらしいぞうんでもあの人たちはいつも不思議な事件に遭遇するらしいから出入りを禁止されてる場所もあるんだって それはちょっとひどいと思うぞサンゴとリュウジはみんなの手助けをたくさんしてるのにじゃあパイモンはあの人たちをご飯に誘っても大丈夫ご飯を食べてる最中に隣のお客さんが突然叫び声をあげて倒れてややっぱりやめようあいつらと一緒にいるのって危険なんだな これが名探偵の宿命ってやつだねそういえば神社のおみくじって引いたことあるか何かをやる前におみくじを引けばヒントを得られるかもしれないぞうーんでも京とか大京を引く可能性もあるでしょやる気に影響しそう大丈夫巫女の話によると 悪いおみくじを引いたらおみくじかけに結べばいいらしいぞだから大吉が出るまでずーっと引いて他のは全部おみくじかけに結ぼうぜみんながそうしたら結ぶ場所がなくなるんじゃ無双の人たちってすごいなどんな敵が来ても人たちで倒せるんだぞうーんでも講師だったら たちいるかもおうそうだったとにかくお前がそれを覚えたら今後の旅先でオイラが手助けする必要はもうないなでもどこに行けば学べるの確かにどこに行けば学べるんだん<ー> そんなな目でオイラを見るなよわ分かったよこれからもオイラがお前の世話をするから知ってるかあの産後の宮ここみって人渡隅島の荒人神の巫女なんだってなつまり渡隅島,島は彼女が管理してるらしいぞ。 オイラもそんな大物になりたいぜ大物になってどうするの正義の力を見せつけるんだ例えばご飯容疑者である旅人はお昼に三食団子を食べた時自分は2つ食べたが被害者パイモンには1つしかあげませんでしたパイモン法令第37条公平・公正に違反するものである ではバイモン様このことを一体どう処理するつもりですかそれはもちろんオイラにもっとたくさんの三色団子を作る罰を与えようひひ <laughs> 仙台将軍はどんな人だったんだろうな花はいつか枯れるということを理解していて自分がいつの日かいなくなるという運命を受け入れていた人みたいだね。 目の前にあるものの価値がわかるからこそ大切にしようっていう気持ちが生まれるんだなそれも稲妻の美学に影響してるのかも浮世の風景で生きとし生ける者たちが流れゆく過ごした楽しい時間絆を交わし合った人々共に食した美味これこそ本当に尊重すべき大切なものなのかも あ宴は必ず終わりが来る楽しい時間がもっと長く続けばいいのにな白露も夢もこの世も幻もたとえて言えば久しかりけり何言ってるんだパイモンと一緒に旅ができて嬉しいってことこのままずっとこうしてたい 俺らを騙してないヒヒヒヒミコたちの服って特徴的だな八重巫子は鎖国が終わった後に巫女服の試着を観光授業として各地に設置しようとしてるらしいよフォンテーヌの新型写真機技術も取り入れれば一儲けできるかもねはえい、ー この前大社のミコさんから宣伝モデルになってほしいって言われたのミコ服を着て写真機に笑顔を向けてるだけでいいとかそれか他に綺麗な女の子を知ってたら教えてだってさおいその後すぐにこのアイディアをロサリアさんに伝えたよセピロス教会のシスター服でも同じことができるからねあちょっと待って ロサリアさんは面倒がってたけどロサリアのとこで話が止まって良かったぜ最近アオから1枚の絵をもらったんだ食べられないけど結構嬉しいもん,なんだなあの雑貨屋の店主から見せてほらこれ気をつけろよ名画家の歌丸画家 作品だからすごーく価値が高いんだ歌丸うーんどこかで聞いたことあるような当たり前だろう歌丸ほどの大先生ならとうに名作が稲妻全土に広まってるはずだお前は綾香の家で見たんじゃないかおいらのはそれに引けを取らないけどな違う思い出した 前にヨイミやが火起こしにそれを使ってたよねえい、火起こしトーマも机の足の下敷きにしてたことがあったようななんだって机の足記憶が正しければさゆが昼寝するときにもそれを何枚か使って枕代わりにしてた左右ですら何枚も持ってるのか 嘘だろうだから歌まろって別に大先生なんかじゃないんじゃない本物の名作がこんなにありふれてるわけないよへえこもれ茶屋って結構商売がうまくいってるみたいだな毎日たくさんのお客さんが来てる 機会があったらオイラたちも茶屋を開こうぜ儲かる気がするぞうんもし茶屋を開くなら店主はバイモンに決まりだねえっやったオイラの経営能力をそこまで信用してるなんてオイラ絶対に立派な店主になってテイワットで一番のお店を目指すぞ 経営は別にやらなくてもいいよパイモン、太郎丸は覚えてる覚えてるぞ、茶屋の店主だろお茶を飲みに来るんじゃなくてそいつを見に来るお客さんもいるほどだパイモンを店主にすれば太郎丸より人気が出るんじゃないかなにひひ、<laughs> それはもちろんておい、オイラの経営能力を信用してるんじゃなくて単にマス、ま メガリレーも終わったしもうすぐ鎖国も解除されるんじゃないかな事態がいい方向に向かってるといいな希望はすぐ目の前にあるからもう少し耐えるようみんなを励まさないとそうだな機会があったらアツコさんにも教えよう故郷の桜が満開だっておうなんかわかんないけどいいと思うぞ はあ小倉美代から聞いたんだけど高級な着物の在庫が少なくなっててモラがあってもなかなか買えないみたいだぞ残念だよなオイラもああいう綺麗な服が着たかったのにでも鎖国令も解かれたんだし小倉屋もビー上から絹を輸入できるようになったんじゃないそっか じゃあ新しい着物も買えるようになるかもな想像してみろ小倉屋で仕立てた着物を身にまとうオイラをきっといつもと全然違う雰囲気になると思うぞ伝説によくある主人公のお供っていう枠から抜け出して英雄と運命を共にする共にレベルアップするんだう<ー>うわー 考えただけでゾクゾクしてくるだろうお前もそう思うよなうんだからつまり私に買ってほしいってことでしょこんなに早くオイラの気持ちを察してくれるなんてさすが運命を共にする友だなオイラ違った柄の着物を7着手に入れて日替わりで着替えるんだ からはそうだな。急に買いたくなくなってきた。